南知多町は、愛知県の南部に位置し、知多郡に属する町。知多半島の最南端に位置し、三河湾のひまか島や篠島などの離島も有する。両島への定期船のほかに、厚見半島の伊良五港への高速船も運航されている。漁業や観光業が盛んである。河川海岸島所長内の地名江戸時代には、内海地区を中心に江戸と大阪を結ぶ。 東西海上交通の要衝の地として、多くの選手が、戦国戦を有して繁栄した。町長、平成の大合併2005年には、千田郡美浜町との合併協議が合意に至り、合併後の名称を、中部国際空港の愛称、セントレアにちなんで、南セントレア市とすると発表したが、町内及び全国から抗議が殺到した。その後、 2005年2月27日に合併の是非と新氏名を問う住民投票が実施されたが過半数が合併拒否に投票したことで合併は破談となった。将棋会南北町町民会館と書室内海郵便局海外国内もろ崎漁港市場漁業と観光業が中心である。当庁の主産業である漁業に関しては県下一の漁獲量を誇る。 漁業古くから漁業が盛んであり7つの漁港を用し、周辺には海産物を販売する直売店や水産加工業が数多く立地する。沿岸漁業が中心である。農業小高い丘と海岸に挟まれた狭い平地に各集落が形成されており、長らく農業に不向きであった。その上水資源の需要を賄えるだけの河川や故障に乏しく、 慢性的な水不足問題を抱えていた。基礎川系の用水路である愛知用水が町内まで達すると水不足の心配がなくなり農業の発展が始まった。1970年代から始まったパイロットファーム事業により農業に不向きであった小高い丘に農地が形成されるようになった。デンマークカクタスの生産額は日本一である。 ひまわり園で有名な観光農園花広場では、様々なミュージシャンの PV 撮影地に利用されている。工業を水産化工業の割合が大きいのが特徴。町内のプラスチック工業団地は、全国有数のプラスチック花壇の生産地である。商業観光業風光明媚な景観や、海水浴、釣り、フルーツり農園などの観光資源を要し、名古屋方面から、 多くの観光客が訪れる。南千田道路や、名鉄千田新線が開通すると、名古屋大都市圏にほど近いレジャー地として注目され、名鉄資本で、内海フォレストパークが開業するなど、観光地開発が始まった。バブル期には、リゾート開発が活発になり、内海地区から、諸崎地区にかけては、旅館やホテル、民宿が立ち並ぶようなり、チッナポリといった、 大規模なリゾートマンションや南千田グリーンバレーといった新たなテーマパークが開業した。名古屋から日帰りで行ける離島として、ひまか島や篠のへ訪れる人も多い。千田半島最南端の岬である、はずみさは SKE48 の曲となり岬には、火否が設置されている。2014年10月には、岩月大地が南千田町観光釣り大使に就任した。 2017年には、南知田町のプロモーションビデオ、海人心が、全国移住ナビの市町村プロモーション動画ランキングで1位となった。中継局愛知県立内海高等学校保育所、内海駅回っバス諸崎湖町の代表駅、内海駅町内にある、鉄道駅は、名鉄知田新線の終着駅である、内海駅のみで、役場のある、 豊浜地区や北半島先端の諸崎地区へ向かう鉄道は存在しない。路線バス町内の路線バスは主に国道247号や県道を経由して、港湾駅や内海駅と鉄道がない豊浜地区や諸崎地区などを結ぶ役割を果たしている。南地田道路を経由する長距離路線は存在しない。運賃はいずれも町内の移動であれば160円。 三浜町とまたがる場合は300円である。高速道路国道県道航路公安現在、諸崎港から、戸場港に向かう場合、高速線で、一旦伊良湖港に向かい、伊良湖港で、伊勢湾フェリーの戸場港行きに、乗り換えとなる。三サ三ンサンビーチ観光の応援花広場島の駅篠の島、はず神社の車窓はずみ先散ったナポリとナポリタワー、豊浜対祭り、ありがとうございます。